岡チャンネル。皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。今日もね、フリーライドの整備を、やっていこうと思います。昨日ですが、フロントタイヤ交換、リアタイヤ交換、あとは、チェーンとスプロケもね、新品に交換しました。あとはね、洗車もしたんですけれども、まあ、かなりね、パリッとはなっているんですけども、まだまだ、整備項目が残っています。はい、なので今日もね、引き続き、フリーライドの整備を、やっていきます。で、今日やっていくのが、まずですね、昨日ちょっとオフロード走ったので、久々にね、リハビリで、軽く走ったので、ブーツがね、汚れちゃったので、ブーツを、きれいにしていこうと思います。あと、エアフィルターをね、掃除していきます。この辺のね、エアフィルタークリーナーとかね、吹きつけるタイプのオイルとかで、やっていきます。で、僕がね、骨折した日ですね、このプレートが外れました。これね、ここにこうやってついて、要はこのリアブレーキがこのね、ケースを割るのを防ぐパーツなんですけど、これがね、剥がれちゃったので、このね、ボンドでくっつけていったりとか、あとは、グリップですね。グリップが今ね、アクティブさんからもらったグリップついてるんですけど、穴が開いちゃったんですよ。で、やっぱりね、そのゲストライダーとして呼ばれるので、綺麗なね、グリップに変えていきたいと思います。はい。で、まだ整備項目あって、これがね、ギアなんですよ。セルモーターのギアで、結構ですね、このフリーライド、このギアが壊れることが、多いそうで、僕はですね、それを、取り寄せました。はい、ね。で、これね、ベンディックスっていう、まあ、パーツになるんですけど、このベンディックスを、まあ、定期的に交換しておかないと、セルがね、回らなくなったりとかして、壊れちゃうことがあるそうなので、これをね、とりあえず新品に、変えておきたいと思います。はい、トラブルが起きる前に、ね、前もって、いい状態の、パーツに変えていくという、作戦ですね。はい、ということで今日はね、結構、昨日ね、整備頑張ったんですけど、今日もね、かなり整備をやっていかないといけないなと、いう感じです。はい、一日で大変ですが、今日も、頑張っていこうと思います。おかチャンネル。割れてる。マジか。はい、そしたらウェビックで、ハンドガードのボルトを代わりになるようなものを探していきたいと思いますね。まあ、ジータがね、結構いろんなハンドガード出してたり、オプションパーツ出しているので、ジータで絞ってね、見ていきましょう。やっぱね、ハンドガードの製品かなりいっぱいありますね。うん、これでボルトだけのやつがあれば、それをね、注文していきたいと思います。あの14ミリだったので、14ミリに対応するなんかね、バーエンドボルトがあればいいんですけど、ね、こういうオプションパーツがね、結構あるので、あると思うんですけどね。あった、これだ。ジータアーマーハンドガード用リプレースメントバーエンドアダプター。まあ、アーマーハンドガード用だけど、結局ね、ここの
固定部分が使えればよくて、で僕のハンドルが14ミリだったので、しかもこれあれですね、ウェビックの倉庫に在庫が2個あるので注文したらすぐに発送されます。なので、週末に行われるね、テージャスランチまでに、間に合うんじゃないかと思います。でこれですね、内径 13.5 ミリから 14.5 ミリなので、これでいこうと思います。これを注文していきましょう。ドン。あ、こっちも崩壊してる。マジか。なんで？やっぱ新品グリップはパリッと感が出ていいっすね。はい、ブーツね、綺麗になりました。最初ねマックオフかけて綺麗にしようかなと思ったんですけど、別にそんな必要なく、しっかり綺麗にすることができました。はい、でですね、このフリーライドの前のオーナーからクレームが入りまして、このゼッケン3番がクソダサいから、早く外せとね、指示がありましたので、このゼッケン3番剥がしていきたいと思います。デカールがですね、こうやってね剥がれてきちゃってるんですよ。なので両面テープを貼って、ちょっとね、補修していこうと思います。で今までガムテープ貼ってたので結構ねベタベタついてるので、それをねまずきれいにしていこうと思います。
昨日ですね、チェーンと、リアのスプロケット交換したんですけど、フロントのスプロケットはね変えてなかったんですよ。で、荷物をねいろいろ漁ってたら新品のフロントスプロケット出てきたので、これもね、今日変えていこうと思います。回りっぷり DID のチェーン、
はい、ということでね、2日間にわたって整備をしました。やっとね終わりました。昨日はね前後のタイヤ交換して、チェーン交換してスプロケット交換して、あとはね、その前の日にはフロントのローターも変えてますね。うん、で今日は、シートの張り替えやって、セルモーターの、グリスアップと、ベンディックスギアの交換、あとはその、クラッチカバーの、このガードを、張り直したりとか、あとグリップ交換もしましたね。うん、でエアクリーナー掃除して、本当ね、たくさんのことをやりました。これでね、今週末行われる、テージャスランチの、キャンパス、オフロードミーティング、&ダンロップエンデューロのね、フリー走行のイベントに、安心して臨めるかなという感じです。はい、あとはもう今週楽しむだけですね。うん、であとは今回ね、履いたタイヤ、EN91 というね、ダンロップさんのなんか新製品のタイヤだというふうに言ってました。FIM に適合していて、公道走行可能な、タイヤだそうですね。なので、僕いつもね、あの難所系のタイヤを、よく履いてるんですね。AT81EX っていう本当にそのガミータイヤと呼ばれる、難所アタックにこう特化したタイヤなんですけども、今回はね、普通のエンデューロタイヤです。はい、なので、その辺がねどんな風にこう違ってくるのかね、非常に楽しみです。もしかしたら、前日こう雨が降ったりとかマディのコンディションで走りづらいという時は、AT81EX なんかに履き替える可能性はあるんですけども、あのコンディションが良ければね、このまま、EN91 履いてね、走ろうと思ってます。はい、どんなタイヤなのか非常に楽しみですね。はい、ということで、今週末はね、テージャスランチで走りますので、エントリーしている方はね、ぜひ一緒に走りましょう。でもしね、エントリーしてなくてこう、オフロードバイクとかあまり乗らない方もですね、会場に来て、オガチャンネルいつも見てますと声かけてくれればね、ステッカーの方を差し上げますので、ぜひ、暇つぶしにね、ツーリングがてら来てもらえると嬉しいです。はい、ということで今週末皆さんに、お会いできるのを楽しみにしてます。またね。